皆さんは縁故採用というものをご存知でしょうか。縁故採用とは主に自社の社員や役員、社長などのつてでその血縁者や友人を紹介してもらい採用する手法になっております。そして今ここに縁故採用で JR に勤めた90歳の老人がいた。電車で GO! 電車で GO! 電車で GO! 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 はい、こんばんは、G マサルでございます。こう入社モード、そう縁故入社モード、そうそうそう、縁故入社モードに変えましたある程度のことはね、G マサルくん昔から知ってるからしょうがないなって言われる縁故モード入りました止まれ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 停車。おじさんごめんなさい、期待を裏切っちゃっておじさんごめんなさいおじさんごめんなさい、誰も出られない止め方してごめんなさいおじさんごめんなさい、おじさんごめんなさい。え、まだ運転していいんですかおじさん、ありがとうおじさん坂を意識しましょう。坂？今坂なんかあった？え、みんな何考えて運転してるの？最悪だよえ、待って待って、ミッションゲージ元に戻ってる。おじさん、ありがとうおじさん。めっちゃ延着しちゃった。30秒マジでガッツリちゃんと遅れてるんだけど。ブレーキが強すぎます、強すぎます。うっ、ゲージなくなっちゃう。おじさんなんとかできない。えっ、おじさん、おじさんありがとう、おじさんありがとうこれでじいさんはクリアしました、試験をね。熟練の仲間入りしましたよ。オーバーライン一回決めてるのにクリアできるのすごいな期待の新人ボイコットする。もう乗りたくないよ、乗りたくないんだ乗りたくないんだよ。ここには停車できません。停車位置から5メートル以内に停車しましょう。ほら、あと6秒で着くと思ってんのか。ああ、ここには停車できません。ああ、到着時刻を急ぎちゃったね。どうすんのかな、じいさんをフリー走行やめさせないと一生こうだぞ。どうするんだ、試着だぞ。でもこの電車動かない、どうする。じいさんを止めないと。山田先生クレームだよ、いいの。あれ電気来ないな、この電車動かないな、事故。パン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 、赤いのがマックスになるのか、じいさんが到着するの、どっちが早いかな、どっちが山手線にとっていいか考えた方がいいんじゃないの、お偉いさん。事件はいつだって現場で起きてるんだよ、乗客確保、大事な用事に遅れる。知るかそんなの、5分遅れたから何だってんだよ。電車が遅れたので会議に遅れました、遅延証をもらってください。妻の出産に間に合いませんでした、電車で行くな。祖母の葬儀出席できませんでした。いやいやいや、遅延証をもらってください。皆さん勘違いしないでくださいね。これは一見じいさんが悪いように見えるけど、フリー走行をやめさせるボタンがない方が悪いと思うんだよね。普通に運転していたあの頃のじいさんはどこへ誰か助け、電車運転してる場合じゃないよ